みんなで一緒に。公式より新たなロードマップが公開されました。まずはその一つ目、7月30日に狼コラボイベントクエスト、お供のカスネギでなりきりアマテラスが入手できます。狼は2006年から発売され人気シリーズとなっています。カスネギ中は特殊なエフェクトが発生し、ライド中はマップにより地面に様々なエフェクトが発生します。タイシャードでは花、寒冷群島では氷の結晶、また水辺では蓮の葉が起き、壁ではモミジなど複数の葉が飛び出てきます。対象モンスターなどクエスト情報は現状不明です。そしてロードマップ情報がこちら。お分かりいただけただろうか。というわけで、秋口までカプコンコラボのみです。カプコンコラボのみということは、カプコンコラボのみということです。大型アップデートに関しては明記されておらず、シンプルな文面が3つ並んでいるだけです。イニシエよりシンプルな説明文は強いと言われていますが、今回もある意味強いと言えるかもしれません。今回公式から発表された情報は以上です。しばらくは多くのハンターの休息となりそうです。他のゲームも楽しみながら、モンハンの新情報を待ちましょう。来月よりサブチャンネルの本格始動が始まります。いろいろなゲームをやっていきますので、興味のある方はぜひ遊びに来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。